ございます。こんにちは、モンテ薬人の家の管理者の長尾隆です。モンテ薬人の家ではご利用者様にとってもご家族様にとっても第二の我が家を目指し、皆様が主体的に活動でき居場所を感じられるようなご支援を心がけております。また西宮市内いろいろなところへ出向き、屋外における機能訓練活動も企画しております。皆さんにとって生き生きとした生活が送れるよう、得意な活動を施設内で一緒にお手伝いさせていただいております。おかげさまでモンテ薬人の家は令和2年6月1日に9周年を迎えることとなります。周年記念イベントでは第二の我が家を目指すモンテ薬人の家ならではのイベントを開催し、ご利用者様の家族様もお誘いし、職員の出し物をしながら盛り上がっています。急なお泊まりや送迎時間の調整など個別のニーズに柔軟に対応できる施設です。24時間365日我が家の暮らしをサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。